切ったかかは、元アナウンサー。広島県府中市出身。2010年4月に、NHK 高知放送局に契約キャスターとして入局し、2011年3月まで在籍。2011年6月に、愛媛朝日テレビにアナウンサーとして入社し、2012年9月まで在籍。ユニット、女子アナ魂。白雪娘として活動した。 2012年10月に広島テレビ放送にアナウンサーとして入社し、2014年3月まで在籍。広島テレビ放送を退職後はフリーアナウンサーに転身。2016年8月に鹿児島放送に入社。2017年4月末にて退社し、家族の住む福岡に転居することを発表した。ABCDE 切ったかかみ、アナウンサールーム、e 愛媛朝日テレビハット ABC 切ったカカスミヒテレ。ウェブ、東京アナウンスセミナー少人数制で、徹底個別指導のアナウンススクール。東京アナウンスセミナー少人数制で、徹底個別指導のアナウンススクールハット AB 旅立ち心タイム。イート、愛媛朝日テレビ、テレビ朝日系列アナウンサーの新ユニット、女子アナ魂。白雪娘が、クリスマスツリー点灯式に登場。 エンタ魂。角川アップリンク。2018年9月6日閲覧。はじめまして。霞の、お墨付き233月2014 23。きったか霞ブログ霞の、お墨付き年度、完全4巻なる。長野ま美ブログブログで、ありがとう KKB 鹿児島放送。きったか霞アナウンサープロフィールブログきったか、霞アナウンサー KKB 鹿児島放送。 NHK 高知放送局番組情報詳細。ありがとうございます。